コンペで史上初の2部門を受賞した作品です。実は光っているのは腕時計の部品、その数6万5千個。それに照明を当てることで輝いているんです。宇宙空間を表現したもので、作品を眺めているとまるで星空の中を歩いているような感覚を味わうことができるんです。続いては突撃ミッキーの車、青い思春期の失敗告白。新しく発行される4カードのイベントに青い優さんが登場しました。今回発表されたのはミッキーマウスがデザインされたカードです。申し込むと抽選でこちらのミッキーマウスをモチーフにしたカラーリングの電気自動車が当たるチャンスもあるんだそうです。車のボディにはミッキーのシルエットも描かれています。さあ、そんな葵さんに阿部浩二が突撃。葵さんの意外な素顔が明らかになりました。お買い物好きなんですか？今年で買ったら一番高いものといえば何ですか？コート試着したら、海外だったんですけど、